はい、こんにちは、ヨンギャオ仲間です。今日はですね、大工の基礎を学ぶから、建築概論の墨付け刻みの、記号の意味ですね、そちらの方を、お話したいと思います。記号ですね、これ加工するときにこういういろんな記号がついています。でこれのそれぞれの意味の方を解説していきます。でこれを加工すると、こういうふうになります。これってなんか一見するとすごい難しそうに見えるじゃないですか。でもちゃんとこの大工の基礎を学ぶシリーズをちゃんとやってもらえればこれぐらいは簡単にできるようになると思います。なのであの地味ですがあのちゃんとやっていただければなと思います。まず紙ベースで説明したいと思います。で紙の資料とあと現物使って説明をしていきます。これが展開図になってます。でこれからよく登場してくるのでぜひ覚えてください。でこれはこういった材料をこう面でこうピロピロピロっと、折り紙みたいにこう広げていったものって感じですね。でまず上が A ですね。で横が B になって下が C ですね。で D がここに来ているというような感じです。まず切り方ですね。切り方には2種類の線があります。これすごい重要なポイントなんですけど、まず切り積みっていう切り方と隅半分っていうこの2種類があります。切り積みはこのカタカナの木っていうのがついています。でそれ以外は全て隅半分です。でこの切り積みって言ってるのは、隅をなくす切り方です。ここに材料があったとしてこれが線だとします。そしたら、この線を全くなくす、線をカットオフするみたいな、切り落とすみたいな感じの切り方が、切り積みの切り方になります。隅半分って言ってるのはこう線をギューッと拡大した時にその線の半分を切るっていうのが、隅半分の切り方です。でこれは基本全部隅半分です。切り積みって書いてるもの以外は基本全部隅半分です。でこの線半分ってすごい細かい話してるんですけど、これは線の1本と1本足したらそれ2本じゃんっていう、1本分太くなるじゃんっていう考え方なんですよ。それは1たす1は2だよねっていうことなんですよね。なので線の半分と線の半分を足して1。なので 0.5 たす 0.5 は1ですよねっていう考え方で線の半分を切るという考え方になってます。でこれめちゃくちゃ難しいんですけど、もう感覚的にはこの墨をかすかに残すみたいな、ギリギリ残すぐらいで加工するっていうようなイメージだと思っていただければと思います。この切り詰めもまた重要なポイントで、この例えばここアリの頭とかって切り詰めなんですよ。でこれってここが長いとすごい困るんですよ。ここが長いとこのまあこれないか、まあ、ここの部分に当たって、他の部分が伸びてしまう。なのでここは短くあるべきところっていうのはやっぱどうしても出てくるんですね。なのでそういうのが切り積みっていうのがついてます。なので切り積みは確実に墨を落とす、まあ、切りすぎは良くないですけど、墨よりは短く墨を完全になくなるように切るっていうのもまた重要なポイントです。はい、では、墨付けの記号ですね、細かい記号の意味を説明していきます。まず芯積み、材料でこれですね。この芯積みとかあとここにもあります。図面で言うと、まあ、ここの部分とあとこれですね、これが芯積みです。はい、こういう線があってチュンチュンとニュッとつけてるものがこれがセンターだよという記号になってます。はい、でこの芯積みのつけるつけないというのはこう結構いろんな考え方があるんですけど、僕は、芯を打つ場合とつけない場合で、分けて考えています。例えば古材とか、製材がきちっとされていない大きなものを加工するときは芯積みを打って加工していきます。それを基準に加工していきます。ただこういう105角の105角でちゃんと製材されてあるようなものの場合は、芯積みは打たないで常に真ん中にセンターがあるという想定でその場所場所でセンターを出して加工していくということをしていきます。でこれはなぜかというと、その KD の製材してある材料でもこういうふうによく見たらこう1ミリ2ミリこうやって反ってたりするんですね。でその状態でこう墨打ってしまうと曲がった状態で建物が組み上がってしまうんですよ。1ミリ2ミリですけどこう内側に入ってたりとか外側にフラワーカンダー状態で建物が当たってしまう。でもそうではなくて常に芯にある常に真ん中にあるという想定で墨をしておいて立てながらそれを矯正していくと、でまっすぐな建物を作っていくという
考え方で作っているので、僕は墨を打たないでやっていくというふうにやっています。これは人のそれぞれの考え方があると思うので、あると思います。はい。で、次に番付ですね。こういったもの、2の1番というふうに書いてあるもの、これは材料がどこの場所なのの材料なのかというのを示しています。で、これ、場所でここに書いてあるこの向きですね、向きにも意味があります。はい。で、これは、例えば、これがこういう縦平面図があるとします。で、要はグリッドなんですよ。 X 軸 Y 軸みたいなもので、こっち側方向をイロハニホヘト、イロハニホヘトチリノオみたいにバーッと伸びていきます。縦が1,2,3,4,5というふうに、上から 1,2,3,4,5 というふうに数が増えていきます。で、これで言うとこの材料は E の1番で、これは穂の1番で、穂の3番、穂の5番、葉の5番っていうふうに、どこの場所かっていうのをこれで示しています。で、例えばこの真ん中に柱が来ることもあるんですよ。で、そういう場合は、1また1っていうふうになります。また1で、さらにこの真ん中につく場合はまたまた1というふうになります。で、これはこっち側も同じで、ここに歯と2の間に材料があるといったときは、歯の2の間なのでまた歯になります。はい。というふうに、番号が、番付ですね、どこに何があるのかっていうのを、決められています。で、あと向きが決まっていて、まあ、こっち側に人が立ってこっちから見てるみたいな感じで、常に番付は下で顔ですね、立てた時に下側が向くよっていう風に、番付が振られています。向きが決まっています。これで言ったら、ここに E の1って番号がついてるんで、これはこう向きですね、こういう向きで突き立つという向きになってます。なので、こう柱の場所ですね、場所とあと向きを決めておくことで、その場所とこの方向までですね、全部決めれるというのはすごい賢いなというふうに思います。で、これが番付になります。イロハニホヘイトって小学校の時習いましたかね。僕習った覚えないんですよ。もしかしたら覚えてないだけかもしれないですけど、習った覚えがなくて、これってそのあいうえお、日本のあいうえおっていう、まあ英語で言ったら ABC みたいな、その一文字ずつの羅列が一文字もかぶりもなく、一文字も欠かすことなく文字列になってるんですけど、それが物語になってるんです。それがすごいんですよね。そのイロハニホヘイトチルノルは、色は匂いとチルヌルを、若いを垂れそ連れなぬ、ウイの奥山ケフ越えて朝日見し行きませんっていう、これはある修行僧がこう山を登って、こうやって登っ修行僧がですよ、山を登っていって、こう美しい草原に出くわすんですよ。バーッと。で、美しい花場を見て、わあすごいと思って、綺麗だなと思って心奪われるんだけれども、この美しい草花もいつか散りゆくものだ、色は匂いと、色はにほえとチルヌルをがそこの部分で、それは自分も若い歌い人連れなら、これ気分も変わらないものだなと。で、このウイの岡山ケフ越えてで、この修行の道、山を乗り越えて朝日夢見し愛媛線で、こういつか朝日を見たいものだ、だからこの修行を乗り越えて、自分も光明を得るんだっていうような物語になってるんですよ。すごくないですか。めちゃくちゃ天才だなと思うんですけど、で、これなんか空海さんが、弘法大師ですね、弘法大師が、考えたものだって言われてるらしいんですけど、で、真言密教の方々とかはすごい経典とかにも出てるんですよね。でも、なんか学説的にはその弘法大師の、出生時期とこのイロハニホヘトが登場した時期が、イロハニホヘトが古いよみたいな話で、弘法大師じゃないんじゃないかっていう学説が正しいみたいなこともなんかどっかで見た気がします。まあ、だから、まあ、どこの誰かは分からないけれども、すごい頭いい人っていう、だから諸行無常の歌だってことなんですよね。で、また諸行無常の歌でこの番付がいまだに大工が使ってるっていうところもなんかこう意味深くないですかね。このなんかなんていうんですかね、こう諸行無常のこう
いつか壊れてしまうかもしれないものっていうものを肝に銘じて建物を作っていけよっていうことなんじゃないかとも思えるし、そのそうならないような願い、その壊れてほしいなと思って作るわけないじゃないですか。でもそれでもやっぱり形あるものはいつか壊れてしまうっていう、だからこそ壊れにくい、だからこそ壊れないものであったりとか、何かあっても修正が効くように、木組みの文化ってそういうもんですよね。壊れたものを、傷んだものだけ交換すればいいよっていうものが木組みの文化なので、だそういった、いつか壊れる、いつか壊れてしまうけれどもそれが交換効くようにっていうような諸行無常の思いがこもってるっていう、そこもすげえ深いなと思って、なんか、はい、感動してました、はい、すっげえ脱線しましたね、はい、で、あと次にホゾ穴ですね。このホゾ穴、ここ、これホゾ穴を意味しています。でこれはこういう、穴ですね。で数字書いてある場合はその数字の深さを掘ります。で数字書いてない場合は、デフォルトの深さですね。で僕だったら、55ミリがデフォルトなので、まあ、55ミリですよと。で数字書いてあるものはその深さを掘ってくださいという、ものになってます。あとここ、この5ミリ、これですね、ここ、この部分で、これは5ミリの溝を掘ってくださいと、この幅で溝を掘ってくださいという意味です。でこれは真柱が入るところですねになります。で溝を掘るとこういうふうになります。だこういう溝を作ってくださいねというのがこの印です。あとこれが、この線間違っちゃった場合、墨って消すのすごい大変なので、ちょっと間違った場合はこうキュッキュッとやって、この三角形を作って、幅の広い方、この幅の広い方が正解だよという、なのでまあこう書いて、あ間違ったなと思ってこう書いたらこうやると、なのでこれが正しい方でこっちが間違いよという、書き方になります。でこれが訂正の書き方ですね。この B っていうもの、 B っていうのは、ボルトが通るよという意味になります。でここに穴ですね、この十字で丸ってついてるもの、図面でいうとここです、この丸とボルトの間も二重丸がついてるものがあるんですけど、これは二重丸のはザボリがつくよっていう意味です。ここが普通の穴で、ここはザボリ付きだよっていう意味になります。でザボリ付きって言ってるのは、あのこういうものですね。でこれって例えば外壁とかだったらこういうふうに出っ張られると困るんですよ。こういうふうに出っ張っちゃいますよね。でそれが厄介なので、このボルト分ザボリですね、このこれザガネって言うんですけど、この部分、そのザガネの部分を掘ってあげるっていうものです。でこれで外壁張ってもフラットになるというような意味になります。であと加工の印で、この保存のところのこういうチョンチョンっていうもので、ここはここ取るよっていう意味です。であとこの斜めに入ってるのはここ保存の先端だよっていうのを意味しています。はい、あとここです、これもここ取りますよ意味で、あとここに上にチョンチョンってついてるのはここ深さの基準の隅ですね。でこれも同じなんですけど、ここが深さでここ残りますよっていう深さの基準の隅になります。でこれ組み立てた時に、あのなんか高さ合わないなと思った時に確認するための印ですね。あとここもそうなんですけど、この図面で言うとここの部分です、ここの部分で、これがもう同じ深さの基準で組み立てた時に、なんかあここまだ入ってないなとか、入りが足りないなっていうのが分かるような基準の深さの隅です。はい、というのが、はい、以上が、記号の意味になります。でもう一度現物を使っておさらいしたいと思います。まあ、これが墨付きした状態、加工した状態ですね。で、まあ、ここ切り墨で切って、ここが加工していきますよ。あとここが5ミリの溝ですね。で掘ってありますと。でこれ訂正の墨で、こっち側ですね、こっち側の墨が正しいという意味です。あとここ穴掘って、ここもありでなくなって、ここも取りますよと。でここボルトで、でここが深さ80ですね。
でここが深くなっています。あとこれ細の印でここ取って細で先端面を取るという感じですね。あと横も見るとこういう感じです。まあここ取るよっていう風になっててこういう風になります。あとここザボリ付きですね。アリの方も、ここまで取るよっていうのでここまで取って、ボルトの穴がついてるという感じです、はい。で深さの基準って言ってたこの隅ですねのところは組み立てた時のこの線ですね。この線の基準って言ってるのが深さの基準ですね。この面とこの線が合ってるかどうかを確認するための基準の隅で、あとここですね。この線もこれ、この線とこの線で深さが合ってるかどうかですねが分かるように、線がついています、はい、っていうのが深さの隅です。の基準の隅です、ね、組み立てるとこういう風になるという感じです。墨付け刻みの記号の意味ですねの解説の方をさせていただきました。でこれ資料もダウンロードできるように、概要欄にリンク貼っておきます。なのでそちらの方を確認もしていただければと思います。あと一応英語版も用意しておいてあります。とあとですね、こういうのってすごい難しそうに見えると思うんですけど、このちゃんと本当にこのコースちゃんとやってってもらえれば多分できるようになると思うんですよ、はい、でやってみたらそんなに難しくないと思うんですよね。なので地味ですが何度も言いますが地味なんですけど、保存作るとかめちゃめちゃ地味ですよね。そうなんですけど、ちょっとちゃんとやっていただければ小屋ぐらいはできると思うなると思いますので、はい、というところで、仕組み、記号の説明でした、はい、ではありがとうございました。